チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯じゃお昼ご飯はチカララーメン、お餅とニンニクたっぷりの札幌一番いただきます。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちのお昼ご飯は出前一丁です。はい、札幌一番出前一丁や、多分札幌一番じゃない、出前一丁は札幌一番じゃない、オープニング思いっきり札幌一番言うてもんだけど、出前一丁です。札幌一番はちゃうな、日清やな、これ思いっきり間違えてるわ、日清です。日清の出前一丁、香りまで美味しいごまラー油、まあ基本のね、ごま千粒分のセサミン入りの出前一丁、いただきます。大きい名前を間違えておりました。ニンニク増し増しでお餅が入っているというね、最高かっていう組み合わせね、いただきます。すんごいごま油の香り、とごま油とニンニクの香りガツンと、うまいね。たまにラーメン食べたくなるよね。うまいな。知ってる人にはわかるネタ。美味しいね、ほんまに。結構あっちゃんいろいろ最近抑え気味にしてるけど、めっちゃラーメン好きなんよ。ほんまにね。結構家でラーメン、ラーメンって、まあ、小麦粉系が好きやねん。パスタもそうやし、ラーメンもそうやし、焼きそばもそうやしね。系が好きやねん。で、外に出た時ね、結構、ラーメン食べてた時期があってん。ご当地ラーメンは食べへんで、ご当地行った時はやっぱご当地の他のもの食べてしまうんだけど、なんかちょっとお昼ね、仕事とかで出て、お昼どっかで食べるってなったら、大体もラーメン屋入ることが多かったね。昔々やで。で、ほとんどがね、まあチェーン店やねんけどね、そんな、ね、個人のお店とか混んでるお店って今入られへんが、だから、今チェーン店やけど、基本一番まあ店主が一番好きやねんけど、ね、天理ラーメンとか、言うても、奈良県がベースやからね、うちあっちゃんはね、仕事。まあ、もちろん全国いろいろ行ってた時あるけど、全国行く時はやっぱりそっちの美味しいものを食べるから、ラーメンじゃなくね、まあ、ラーメンがまず言ってるわけじゃないんだけど、だそのそこのご当地の卵からでうまい、あのそのとね、ご当地の美味しいものっていう感じで行くけど、地元でおる時ってラーメンがいいか、ラーメンか大体ファストフード。あと回転寿司、だいたいそういうペースやったよ。まあ、ラーメンが結構頻度で行っててね、奈良にはね、天一、彩花、天スタ、あと何やろ、あとね、札幌ラーメンって言ってね、個人でやってるチェーン店、天一っていうのはフランチャイズなんか知らんけど、やねんけど、フランチャイズが溶けて個人でやってるお店があってね、おっちゃん亡くなっておばあちゃんが最後切り盛りしとってんけど、ここのね、醤油ラーメンとか塩ラーメンが美味しかったりね、お昼の定食で小ラーメンがついてきたりね、そこもよう行ってたな。鮭行った帰り道、鮭をそのあったら食べて帰るんだよ、それが結構多くて。あとライアンって、もっと美味しいよ。
揚げ餅が美味しいな。今じゃラーメンポンと放り込むけど、一手間かかって揚げ餅にしてやる。美味しいな。お餅に味が入って美味しい。そんなに普通に入れたらお餅の味が出ないけど。あとライライ亭もよく行ったな。ね。最近でこそね、いろんなあのチェーン店増えたけど、その当時はあんまりなかったんよ。の程度ぐらいで。今ならやったら大体テンスタか、サイカ。おっちゃんテンスタ流行ってんけど、サイカも好きでね。もうなくなったけど、桜井のロピアンとこにね、サイカがあって、あそこようね、外に出て、もう昼過ぎたな、みたいな食べとったりしてんだよ。サイカは結構昼に食べんの。ニンニクには関係あらへん。ガツンと食べたけど、ね、あと王将とかね、王将で奈良の王将はね、奈良限定天理スタミナラーメンっていうのがあるんだよ。これを注文してる。結構ラーメン好きでね。前多分アスカちゃんと王将行った時もスタミナラーメン食べた気する。なんだっけ、王将行ったらね、まあまあな頻度でラーメン食べる。こんな感じでね。あとね、喜多方がこっちにあった時はもうしょっちゅう喜多方行ってた。岸和田にあってね、岸和田にわざと仕事を作って、いや、わざとってことないけど、ちょっと岸和田に行くことを考え、岸和田じゃないな、泉大塚、あの辺にあってね、でちょっとこうわざとあっち方面に行く仕事とか、あっち方面月島ミーティングとかもあったからね、車の。それに別にミーティングよりもラーメン食べたいから行ったりのね。うん、なかなか美樹さん連れて、子供連れて行ってたよ。だから子供は喜多方好きやねんけどね。今関西はね、喜多方ほぼほぼないの。針中とに行って残ってね、京都もなくなったっていうし、だから万内食堂阿部のもなくなって、針中の商店街だけ残ってる。また行ってこうかな。なかなか行く機会ないけど、なかなか商店街あるから商店街ロケしに行ってもいいんだけど、前に行ってんけど、ボツになってね。で、ボツにしたから行きたいなと思うんやけど、商店街食べたらラーメン食べられんでしょ。昔ね、子供と、YouTube やった初期の頃やね。まだ、YouTube やってない。やる前やね。とか YouTube は出しとってんで、ちょっとそうじゃない、本格的にこう毎日投稿始める前にサッカー見に行ったよ、ヘレスト大阪。これね、非科の学校の小冊子があって、でそこにあった応募をしたんよ、プレゼントがね、5組10人親子やったかな、10組いったかな、忘れた、そんなんくらい、あんまり当選確率低かったけど当たったんよ。で寮は別で支払ってね、3人で行って、でサッカーを応援して、でヤンマースタジアムやから針中野へ帰ってきて、で針中野でねラーメン食べて帰ってきて、あの喜多方ラーメンだから、あんの知ってんねん、美味しかった、ごちそうさま、汁まで行ってしまいました。ごちそうさま、美味しかったです。ということでね、まあ、のニンニクたっぷり
で揚げ餅が入って、でごま油が効いて、がっつりとスタミナたっぷり、ちょっとピリ辛でね、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。これまた今日昼からね、がっつりと、仕事ができます。今日ちょっとね動画編集やってね、ちょっと模型系ねやりたいことがあって、この初のチャレンジやねんけど、ちょっとそれをやりたいなと思ってんねんけど、まあこの後ねちょろっとお買い物行ってから帰ってきて落ち着いてしようかなと思ってんねんけど、まあアイデアは無限に湧いて出ますと、はい、いうことでいろんなことやっていきましょう。ということで今日のあっちゃんの、スタミナ、スタミナ揚げ餅入りスタミナラーメン、美味しかったです。ごちそうさまでした。出前一丁でした。でまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのラーメン良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。